面白え。だったらその胸真っ二つにして風通しよくしてやるぜ。覚えときな、俺は養老族の若頭甲賀だ。速い。なんて速度だ。犬夜叉は気をつけて。その甲賀ってやつ、右腕と両足に四魂のかけらを使ってる。バカ、かけらに気づいてるんならなんで早く言わねえ。だって やたら態度がでかいからどれだけ強いかと思えば、かけらの力を使ってこの程度かよ。大したことはねえな、このクズ野郎。キャンキャン吠えてんじゃねえよ、この犬っころが。それより女、かけらが見えんのか。てめえ、よそ見してんじゃねえ。おい、ちょっと来てもらおうか。え？カゴメ！しまった、カゴメ様を。待ちやがれ！犬夜叉様、単独行動はいけません。そうです、一人では助け出すのも苦労しますよ。おや、尻尾もおらん。カゴメちゃんにくっついてたから一緒に連れさらわれたんだ。畜生、急ぐぜ。
ようですな。どこに行きやがった。どうかされましたか。なんか聞こえたような気がしたんだが。誰か助けてくれ。奥から声が聞こえる。こいつらはどうやら甲賀とやらはこいつらと戦っているようですね。
凄まじい戦いですね。妖怪同士の戦争って感じだね。カゴメはどこだ。血の匂いが充満しててカゴメの匂いがわからねえ。誰かに聞いてみてはいかがです。確かにそれが手っ取り早いな。